はい、いつもご覧いただきありがとうございます。今日はね、いつもと違う角度から撮影させてもらっております。はい、以前もですね報告しましたように、ここ見えますかね、3月29、はい、これは選挙の日じゃありませんよ。はい、3月29日をもって利用終了となります。はい、こういうことですね。皆さんですね、今までたくさんの方がここを利用されているんですけれどね、急速充電増えている傾向はないですね。逆にこうして、まあここの場合はね、機械一応老朽化ということで、まあ今壊れてないんですね。私も今充電しております。で、壊れてなくても、もし壊れたら3月29日前にですね、まあ終了してしまいますっていうことも一応補足で書いてありますっていう感じで、急速充電増えてないんですよね。またですね、以前にもちょっとね紹介したんですけど、ラグナシアですね、先日行ってきたら4機あるうちの2機目、もう1機が故障中でした。で、この故障した機械直すのか、私にはちょっと疑問ですね。っていうのも、以前ですね1機は撤去されてしまったんですね。まあ、今回も同じように撤去される可能性もあると考えております。あとですね、ラグーナはね、もともとですねずっと無料で充電できた施設なんですよね。これもやはり利用がちょっとですね、まあ2000円以上買い物しないと無料になりませんよっていう、まあやり方に変わってましたね。これもやはり流れがですね、はい、EV 車にとってマイナスですよね。ある意味値上げなんですね。っていう流れの中で、皆さん EV 車、またこうしたね PHEV 選択されてる方はいろいろお考えいただいて選んでいただければいいと思いますね。私は以前から申してますように、政府がね発表していることですね、私はあまり信じてないのでね、EV の流れはクエスチョンです。はい、ということで昨日ガソリンも入れてきました。はい、でこれからもこのアウトランダー乗っていきたいと思います。はい、ちょっとでもね参考になりましたらね、皆さん登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。では。